皆様おはようございます。チューリッププリンセスです。今日も元気に明るく楽しく美淑女目指して頑張ります。はい、美淑女的朝ごはんを今日も紹介します。はい、まずはね、要のお味噌汁から。お味噌汁はこちらでラストです。今回は小鍋で作ったので、もうこれでラストです。トマトとレタスのお味噌汁、もうね、全然映えないんですけれども、この最後までね、このお汁の中にね、もう抗酸化作用のある物質とか栄養が詰まってるんですね。なので、もう映えなかろうがなんだろうが、私はこれをニマニマしてね、これでね、若返るんだって思って、ね、ニマニマしながらこの残ったお汁をいただきたいと思います。はい、ではこちらもね、煮物好きなんですね、私。なんか白菜と厚揚げとかね、そういうのを母が結構得意で、すごい美味しかったから、私も好きになって、結構再現できるようになったんですけれども、まあ、やっぱりなるべくね、厚揚げとかお揚げとか入れると美味しいんだけれども、油がやっぱり植物油が気になるので、お豆腐にしました。で、これは冷凍の便利豆腐っていうので、オイシックスかな、多分オイシックスだったと思うんですけれども、角切りの冷凍豆腐なんですね。だからね、こうでも便利なんです。こうパッとお豆腐がない時にお鍋に入れたりとか、お味噌汁に入れたりできるから、これをもう今日は煮物に応用しようと思ってやってみました。白菜とミニ白菜かな、ミニ白菜をもう一つ丸々使って、こちらの便利豆腐、冷凍の角切り豆腐を入れて、利権のかつおだしと、オイシックスのお酒と、三河のみりんと、ビオマルシェの有機醤油で煮物にしました。白菜とお豆腐の煮物。これだとね、油も気にならないし、これまあルクルーゼで作りました。パッとやりました。で、そしてこちらは春巻き、これはね、大地の馬恋豚のミニ春巻きかな。これ結構美味しかったんですよね。この間も食べたんですけど、まだ余ってたからね、これもノンフライヤーでノンオイルでね、焼きました。だから白っぽいんですけれども、これにオイシックスで買ったこのポン酢をかけて、本当はちょっと別皿で用意してつけて食べたいけど、もうちょっと一人だしもう面倒なだなと思って、もうちょっとね、器の端に垂らすか、ちょっとかけてちょっといただきたいと今日は思います。ね、このね、ワイルドストロベリーのね、食器は母が好きで、もうすごい、これもコーヒーカップとかティーカップをいっぱい、昔のね、ちょっと広いお家だとすごいいっぱいスペースがあったから並べて、すごい大きな木目のすごい素敵なね、今思うと食器棚に母のこうコレクションのね、ミントンとか、このウェッジウッドとか、ロイヤルアルバートとかね、並べてたんです。いっぱい、もう各5客ぐらい買ってね、お客様が来たらね、それをこうワゴンで運んで、母の手作りのアップルパイと、なんかこのウェッジウッドのワイルドストロベリーとか、ロイヤルアルバートとかにね、入れたなんかコーヒーマシーンみたいなのもあって、それでこうワゴンで運んで応接間にお客様に出したりしててね、それしたらなんかそれね、奥様が作ったアップルパイなんて口が腫れますとか言って、その来てたなんかわかんない業者みたいな人だったのかもしれないですけども、外商か業者かなんかわかんないけど、言って喜んでましたね。で、私も子供にもいっぱいお土産とかね、くれてね、なんかいつもモロゾフのなんかクッキー缶みたいなのがもらったのが家にあったけど、まあでも私もアトピーだからあんまりね、食べさせてもらえなかったんですけどね、なんか常にいろいろ贈答用のお菓子が家にありました。で、このレッジウッドのね、この柄がね、母が特に好きでね、なんかこれはコーヒーカップだったかな、5客なんか並んでてね、私も可愛いなと思ってね、だからこの柄を見るとすごい母を思い出すんですね。
ワイルドストロベリーをね、母が好きだからね。だからなんかね、春巻きを俺に乗っけてみました。なんか春巻きと合ってるかわかんないけどね。で、そしてこのタニタの、チキンめまい。これももうね、文字が疲れちゃってご飯炊いてくれてないから、まあ、自分でね、炊けばいいんだけど、もう面倒で、またタニタのチキンめまいをチンしました。そして、こちら、大地のミニ梅干し。小梅。これもなんかね、やっぱりなんか毎日食べてますね、私。でね、このお箸はね、前も言ったかもだけど、王子とね、私に目の飛ばしで母がくれた、王子がグリーンで私がピンクです。キラキラして可愛いです。こんな感じかな、今日は。だから、タンパク質、お豆腐でね、タンパク質があるし、白菜もいいですよね。こういうなんか白菜とか葉物野菜食べるといいらしいんですね。だからレタスだったり、白菜とかキャベツね。キャベツめちゃめちゃいいですよね。成長作用。最近食べてないから食べなきゃ。感じで葉物野菜もね、積極的に摂るようにしてます。まあこれも、まあミニ春巻きだから、これも小麦使ってるから、まあでもこれぐらいだったらいいかなって感じで、まあタンパク質を補いたいから、これと、まあ、梅干しで、もういつものね、梅干しで、整えて、お味噌汁で、温活で温めて、ね、トマトとレタスでっていう感じですね。こんな感じの今日は朝ごはんにして、してみました。どうかな？今からいただきたいと思います。わかめのふりかけもかけちゃおうかなと思っています。ではでは、今日もね、Have a nice day! チューリップリンセスでした。